品質への道、自動車愛好家向けのアジア自動車ブランドトップ12の決定版リスト。米国の自動車市場はアジアのブランドが独占しているが、それは彼らが世界中で高い信頼性を証明しているからである。具体的には、トヨタ、ホンダ、マツダが、貴重な YouTube チャンネル動画を持つ引退した生涯整備士であるスコッティ・キルマーと並んでこのリストのトップに位置しています。誰もが手頃な価格で信頼性が高く、メンテナンス費用が少なくて済む最高の車に乗りたいと考えています。トヨタ・レクサス。トヨタは耐久性、信頼性、高品質のエンジニアリング、革新的な技術、優れた燃費、低排出ガス、安全機能、パフォーマンスで知られる日本の自動車ブランドです。トヨタには高品質のエンジニアリングと優れたパフォーマンスのトランスミッションとエンジンにより、走行距離が20万マイルを超えるモデルが多数あります。このブランドは、ハイブリッド車、電気自動車、セダン、SUV、トラックのリーダーでもあります。レクサスは、トヨタブランドの高性能高級バージョンであり、同様に優れた信頼性を備えて設計されています。トヨタはホンダやマツダよりも信頼性でトップです。トヨタには信頼性の高いトラックや大型車両があります。トヨタは高い信頼性と低いメンテナンスコストで永遠に走り続けます。トヨタには最高の SUV があり、ホンダの SUV よりわずかに優れています。具体的にはRAV4と CUV です。トヨタの最高の年は2017年と2018年で、最悪の年は2001年から2008年です。ホンダやアキュラ。ホンダは高品質のエンジニアリング、革新的な技術、信頼性、優れた燃費、低排出ガス、安全機能、パフォーマンスで知られる日本の自動車ブランドです。ホンダにはカメラやセンサーを活用した事故防止技術、ホンダセンシングが搭載されています。ホンダではお客様のニーズとご予算に合わせて幅広い車種を取り揃えております。アキュラはホンダブランドの高性能高級バージョンであり、同様に優れた信頼性を備えて設計されています。ホンダは優れた小型車を提供する優れた自動車ブランドです。彼らには良い SUV やトラックがありますが、ホンダバージョンは維持費が高いため、トヨタの方が優れています。全体として、その信頼性と低いメンテナンスコストにより、ホンダ車は永久に稼働することができます。マツダ。マツダは、高品質のエンジニアリング、革新的な先進技術、スタイリッシュなデザイン、信頼性、優れた燃費、低排出ガス、安全機能、パフォーマンスで知られる日本の自動車ブランドです。マツダは自社車両で数多くの賞を受賞しています。あらゆる人の様々なニーズや予算に合わせた車を提供する、
評判の高い自動車ブランドとなっています。マツダは偉大な自動車ブランドであり、自動車に搭載された先進技術でよく知られています。2014年の SUV は素晴らしいです。マツダの後年式車は信頼性が劣りますが、近年の品質は非常に向上しており、トヨタ、ホンダと互角に渡りトップ3に入るブランドとなっています。マツダの四輪駆動車は雪道での走行に最適です。ヒュンダイ。ヒュンダイは信頼性と安全機能に重点を置いた手頃な価格の車を提供する韓国の自動車ブランドです。ヒュンダイは時間の経過とともに進化する自動車ブランドです。古いモデルはあまり性能が良くなく、非常に安価に作られているため、信頼性はあまり良くありません。スコッティによれば、エンジンはパンクする傾向があるという。日産インフィニティ。日産は安全性と性能が高く評価され、信頼性と手頃な価格を提供する日本の自動車ブランドです。日産車は非常に安価に製造されているため、維持費が高くなります。日産ローグのような SUV は、特に安価な部品と高額な維持費に悩まされています。私はいつも日産を愛していましたが、特定のモデルや年式の方が優れている可能性があることは理解できます。しかし、全体的にこのブランドは上記のブランドよりも品質が劣ります。スバル。スバルは、前輪駆動システムと耐久性に優れた頑丈で信頼性の高い車両で知られる日本の自動車ブランドです。スバル車は良くなってきていますが、トランスミッションが長持ちしないため、最良の買い物ではありません。スバルのエンジンも古い年式の車両では、信頼性が低くなります。スバルの場合は年式の新しい車両を購入してください。その信頼性と品質は時間の経過とともに向上しています。スズキ。スズキは信頼性、燃費、手頃な価格。そして日常の人にとっての実用性で知られる日本のブランドです。それらは優れたトランスミッションとエンジンシステムを備えていることで知られています。スズキとトヨタが提携する可能性があり、これによりスズキの製造の信頼性が向上する可能性がある。三菱。三菱は、信頼性、手頃な価格、耐久性、優れた燃費で知られる日本のブランドです。それらは優れたトランスミッションとエンジンシステムを備えていることで知られています。スコッティ氏によると、三菱車は上記のブランドに比べて信頼性が低く、高額な維持費が必要です。キア。キアは、信頼性、手頃な価格、スタイリッシュなデザイン、優れた燃費で知られる韓国のブランドです。それらは、スムーズなシフト能力を可能にする優れたトランスミッションとエンジンシステムを備えていることで、知られています。スコッティ氏によると、
キスはブランドとして向上しているが、古い年式やモデルはエンジンが吹いていて非常に安価に製造されているという。箱型の形状なので安全性が低く、事故の際に転がりやすくなります。上記の情報が気に入ってさらに詳しい情報が必要な場合は、必ず YouTube でスコッティキルマーをチェックしてください。自動車メンテナンス、ブランド、経済に関するお気に入りの YouTube チャンネル。スコッティ・キルマーは54年以上の自動車整備士としての経験に基づいて、車や自動車業界に関する豊富な動画を制作しており、チャンネル登録者数が500万人を超える人気の YouTube パーソナリティです。スコッティは知識が豊富ではなく、わかりやすい方法で情報を率直に提供します。私は彼の活気に満ちた人柄が良く、熱狂的な性格と、非常に詳細で明瞭でありながら短い、貴重なコンテンツの配信が大好きです。スコッティのビデオは面白くて貴重です。彼は間違いなく、他の人たちが学び、見習うべき偉大な遺産を残していることを、彼は知って喜ぶべきだと心から思います。スコッティは非常に有能で、経験があり、知識が豊富です。彼は、生涯を通じてこれらの車のメンテナンスを長年続けてきたことに裏付けられた、情報に基づいた立場を提供しています。スコッティは車の修理とメンテナンスについて素晴らしいアドバイスを提供します。ただし、自分で修理を行う手順も説明します。スコッティは一般的な問題と問題、トラブルシューティング、およびメンテナンスのヒントについて説明します。スコッティは比類のない知識と専門知識を持っています。彼の熱意は彼のビデオを楽しく、かなり楽しいものにしています。彼のコンテンツも好きだと思ったら、私個人はまだチェックできていないスコッティ・キルマーの本、テレビ出演、ラジオ番組をぜひチェックしてください。このビデオにご参加いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録して、ここに表示されているビデオをクリックして、より多くのビデオを視聴して、あなたの生活をレベルアップしてください。